一般車格下げ後の500号京王電気軌道500号電車は現在の京王電鉄京王線に相当する路線を運営していた京王電気軌道が1931年に製造した電車である。1931年3月に五両線を開業させた際、天宮製作所で貴品車500号として製造された。前年までに同社で製造された110系。 150系同様の半高性車体の14メートル車であるが、屋根がシングルルーフとなっている。側面の窓配置 DD222122DD DD で、窓上にはアーチ状の飾り窓があった。側面中央の位置の部分にトイレが装備されているが、トイレの装備は、慶応市場あたり車が唯一である。また、乗務員扉の設置も、KO 電気軌道では、 当社が唯一のものである。なお、実際には、中央本線に東浅川駅が開業したことにより、後続の利用はなく、1938年には、トイレ部分への扉増設、ロングシート化の改造がされ、一般車に格下げされた。1944年の京王電機の東京急行電鉄への合併により、出派2500系2500となった。 1945年5月25日の空襲で消失したが、慶応分離後の1949年に日本車両製造で車体を申請して復旧した。この時に窓配置は DD4D4D1 となり、貴賓車時代の姿は全く失われている。1960年に電装解除、運転台撤去の上、2010系の付随車。 スモールマルティの左派2503に改造されたが、1968年に2700系改造の付随車、ラージマルティに代替され、廃車となり、解体されている。ありがとうございます。